おはようございます。今日はですね、コロッケを作りました。これですね、なんかね、コロッケが食べたいなという感じで、これ豚汁を作りました。で、コロッケだけじゃちょっと寂しいんで、いつもの市販のナゲットを揚げてます。で、キャベツはオニオンフライを添えてます。で、これも安かったんで、昨日ね、イクラを、キュウリを酢の物ですね。で、バナナ半分ということで、こんな感じですね。こんな感じです。今日は木曜日かな。今週はね、なんかね、一日、一週間が遅いなぁ、感じしますね。ということで、雪も収まったんで、皆さん頑張っていきましょう。まだちょっと交通が麻痺してみたいですけどね。あ、そうか。そう、だから、流通もね、パンもあんまりないんですよね。けども、負けずに頑張りましょう。では、失礼します。行ってきます。皆さんも行ってらっしゃい。